Welcome back to Let's Play Tokyo Zandu. Last episode, we begin the after story chapter. So what we did was a little bit of odd side quest we do with party members going around each area. どうした? そんじゃな。おっと、どうした? また来いよ。
Who do I choose? Hiyori and Mitsuki are out of the question, so why don't we go with Hiyori? Cat ears, really? And cat cotton. Yamo-chan. Right, left, left. Why I don't do rhythm games.
Fighting Wolf said.着々と準備が進んでるみたいだな。あの人影は。 それじゃあまたの。
go, Sora. よし、いい感じに晴れたな。よし、いい感じに晴れたな。
did turn over a new leaf. よし、いい感じに晴れたな。よし、いい感じに晴れたな。よし、いい感じに晴れたな。Stop. I think we are supposed to go to the park here. What's this quest? I wonder.
least Asuka, Yuki, Leon, Goro, Leo, Lenzo, and Tora. Which is Leon? I see where this is gonna go. She's happy about it. Really happy about it.
しおり。Hello? あら、いらっしゃい。来てくれたのね、時坂くん。やれやれ、たまげたぜ。まさかしおりが手伝ってたとは。うん、青春祭の日は忙しくなるって前に聞いてたから。せっかくだから臨時アルバイトとして申し出を受けさせてもらったの。悪いとは思ったんだけど引き下がってくれなくてね。そうだったのか。たく、一言くらい言っとけっつうの。しかししおりがバイトとはな。俺にはいつも口うるせえくせによ。実を言うとちょっと興味があったんだ。忙しいけどやりがいもあって楽しいっていうか、こうちゃんがバイトを続ける理由がなんだか分かった気がするな。しおり、そこまですか。まあ楽しむのはいいが、やるからには責任持ってやれよな。分かってるってば。はーい、今行きますね。ごめんね、こうちゃん、また後でね。張り切ってんな。しおりのことよろしく頼むぜ、アスカ。任せておいて。時坂くんもせっかくだからゆっくりしていってちょうだい。
あ、こうちゃん。時坂君、そっちもアルバイトは終わったみたいね。お疲れ様。とっくにライトアップされてたみたいね。ああ、派手なだけじゃなくいい雰囲気っつうか。誰が飾ったか知らねえが、なかなか頑張ってるじゃねえか。月先輩もこんばんはっす。てっきり私たちが一番乗りかと思いましたが。ええ、用事がちょっとだけ早めに終わりまして。でも3人で来たんですね。もしかしてお邪魔だったでしょうか。は？いえ、別にそんなことは。うわ、早いね先輩たち。ゆうきくん、しお先輩って、何この人混み。やっぱ帰ろうかな。ついて早々何言ってやがる。悪い、遅れたか。いや、俺らも今来たところっす。あとは、お、いたいた、みんな。て、リオ？大声禁止。リオンちゃん、ステージの準備で来られないんじゃ。いや、早めにリハが終わって休憩時間をもらってさ。せっかくだから来ちゃった。来ちゃったって、お前な。あれあれ、夏のツアーで大成功したアイドルとは思えないね。でも嬉しいサプライズだわ。リオン先輩、ステージ頑張ってくださいね。私も応援してるね。ありがとう。バッチリ仕上げてるから楽しみにしといてよ。そういえば高畑くん、結局乾くんは誘わなかったんですか。いや、一応誘ったが、どうも照れて遠慮したみてえでな。たく、しょうがねえやつだ。あ、伊吹先輩がニアに書き込んでる。今終わったすぐ行く。だってさ。なんとか待ち合わせに間に合いそうね。ここの絵先生と佐伯先生も見回りに来ている頃でしょうし、後でご挨拶に行きましょうか。うん、じゃあせっかくだしスピカのみんなにも。疲
くづく平和だよな。みんなで過ごすのも本当に久しぶりっつうか。もう10月、考えてみりゃ俺の高校生活も半分切ってるんだよな。こんな機会があと何回あるんだろうな。縁なんてものはそう簡単に切れるものじゃないさ。たとえ遠く離れ離れになったとしても、共に苦難を乗り越えてきた仲間ならな。そうだよな、しんみりすることはねえか。この先何があってもこの縁は途切れたりしねえ。みんなで取り戻した日常、今この時を大切にしねえとな。時坂君、どうかしたの？いや、なんでもねえさ。亮太と純が来たら早速。鈴の音。なんだ、あの子供どこかで。遊ぼう。お兄さん。誰だ。 But yeah, that kid looks like the shadowy figure that appeared in one of the side stories earlier in the game. あれ、なんで俺こんなところで。今の声は。Something's definitely up.ここサンサンロードだよな。なんで誰もいねえんだ。それにこの妙な雰囲気は。しおり、アスカ、ソラもユキもリオンや先輩たちまでいねえ。おい、誰かいねえのか。誰でもいい、いたら返事してくれ。
モノレールまで止まってやがる。クソ、何なんだよ一体。おい、声がしなかったか。うん、もしかして。やっぱりこう、こうなのか。リョータ、ジュン、お前ら、よかった、無事だったのか。ああ、そっちも大丈夫みたいだね。ああ、ようやく知った顔に会えたぜ。待て、しおりちゃんやヒイラギさんたちは。わからねえ、気がついたら誰もいなくなっちまってて。そうなのか、やっぱり。ちくしょう、ここも同じってわけかよ。ここもって、それどういう意味だ。まさか他の場所も。気に悪いガキンチョは知り合いか。こう、まさかあいつが。待ちやがれ。おい、こう。どうやら僕らも追いかけた方が良さそうだね。行こう。マジで人の気配がねえ。駅前もかよ、ありえねえだろこんなの。他の場所もこうだってのか。ああ、リョータと少し回ったけど、どこも似たような状況だった。おそらく町の人間すべてが消えてるんだろう。おいおい、さすがにんなわけねえだろ。そうだ、もしかしたらテレビのドッキリかもしれねえし。なあこう。まさか。ああ、ここまでの状況、考えられる可能性は一つだろう。イクリプス、それもかなり高ランクのグリムグリードが関わっているね。冗談だろ。モリミアの異変は解決したはずだろうが。わかってる、僕だって信じたくはないけど。おい、こう、シュンも、さっきから何言ってんだよ。イクリプスとか異変とか一体。なんだよこの記憶は。黒い化け物にどう。リョータ、お前。So he remembers now. どうやら3ヶ月前の記憶を取り戻しつつあるみたいだね。さっきの子供、何らかの鍵を握っている可能性は高そうだ。今は姿が見当たらないけど、絶対どこかにいるはずだ。
なんとか探し出さねえとな。混乱してるかもしれねえが、亮太も手分けしてくれ。ああ。Now with that, I'm gonna end the video real quick.